HS132 ヘンシェル HS132 は第二次世界大戦時にドイツで試作されたジェット急降下爆撃機である。短座の急降下爆撃機である本機の大きな特徴の一つはパイロットが副画式に登場することにあった。これは高速急降下から引き起こし時にかかる重加速から乗員を守ろうという発想によるものであったが、 このことで、機体自体スリムにまとまった。また胴体は、金属製だが、主翼、尾翼は、木製で、エンジンを、機体背中に装備し、HE162 サラマンダー戦闘機によく似た、形状をしている。1945年春に原型機関製を見たが、テストを前に廃線となり、完成目前の3機と共に、ソ連赤軍により露革され、 本国に運ばれテストされた。連合軍の大陸反抗が懸念されるようになった1943年2月18日、空軍は上陸作戦支援に来航する連合軍艦船を攻撃するための短崎開発を各メーカーに提示した。空軍は当初動力にレシプロエンジンを予定していたが、すでにジェットエンジンの実用が 目前に迫っていることを認識していたメーカー側の主張により、同年10月付けで、ジュノ004、もしくは、BMW003 搭載に改めた。要求に応募した、ブロームントフォス、ヘンシェル、ユンカース3社案の中から、最終的に、ヘンシェルの案が選ばれ、1944年4月から、模型を使った、風洞実験が開始された。主翼は、 単用で中翼に配置し、ビブは強い上返りえズの,のある水平安定板の両端に方向打つきの垂直安定板をつけている。膠着装置は前足式の引っ込め足。主翼はほとんどが木製で強いテーパーが付けられ、主翼公園内側にフラップを有する。主脚は翼端側に取り付けられて内側に引き込まれた。胴体は金属構造で、 円形断面を持ち、パイロット席は、機種先端部に設けられた。前足は後方に振り上げて、全部胴体内に収容される。エンジンは、主翼位置の胴体背部取り付けられ、空気吸入口は、操縦席直後に位置した。エンジンカウリングの仮面は、胴体上面に溶け込むようなラインを持ち、ビブは、排気口のために切り落とされている。 補助翼を含みすべての動力には、トリムタブが付けられた。しかし、目標に対する急降下ミッションは想定されておらず、そのため、ダイブブレーキは、装備されていない。ABC、第二次大戦ドイツジェット機モデルアート3月号、臨時増刊モデルアート社、1990年3月。ABCDEFG、第二次大戦ドイツ軍用機全集、ゲ。 デルタ出版、1997年6月。ドイツ軍用機の全貌、1965年。竹縄投社官。ありがとうございます。